ご視聴感謝です。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。チャンネル登録頼んだぜ。皆様の登録がうぷ主のやる気につながるぜ。やったぜ、魔理沙ちゃん最高だぜ。私が一番、みんな愛しているぜ。どうしたの？突然。ふふ、私が人気投票で18年ぶりに優勝したのを知らないのか？あれしたんだぜあれ。ああ、あったわねー。おめでとう。まあ、私は興味はないけど。下界の番組では、声優さんが号泣してたわね。これからも頑張って解説しましょうね。阪神のあれも18年ぶりで、私も18年ぶり。これは何かの起源を感じるぜ。よし、こうしたらどうだろうか。これからはこのチャンネルは、魔理沙ちゃんの魅力を伝えるチャンネルにしよう。私の魅力と歴史を余すことなく伝えよう。うん、それがいい。何を言っているの、魔理沙？そんなのダメに決まっているでしょ？いいや、決まったことだぜ。私は努力なしで賢い。私は素晴らしい。私はみんなから愛される。私は。いいから早く始めなさいよ。ゆゆこ様が待ちくたびれているわよ。調子に乗ってたら、私が切る。あ、はい。わかりました。調子に乗りました。ごめんなさい。業務。次こそは人気投票でトップを取るのよ。キャラ付けに、ゴビニニョンというところから始めなさい。ゆゆこ様、私は人気投票に興味はありません。でもゆゆこ様が言うなら、こうですか？人気投票で勝つ、ニョン。最高よ業務、これであなたの優勝は間違いなしよ。今度は4連覇目指しなさい。じゃあ、今日からこのチャンネルはゆゆこと業務のクッキングチャンネルで決まりね。ダメに決まっているでしょ。みんなが混乱しているようだけど、ちゃんと歴史解説をやっていくので、安心してみてくださいね。それじゃあ皆さん、ゆっくり歴史を覚えていってね。少し落ち着いた？魔理沙？ああ、少し調子に乗りすぎた。もちろんちゃんと歴史解説をしていくぜ。それも私の魅力だろ、なあ霊夢？そうそうその息よ。というわけでここは一体どこかしら、門のようだけど？ここは、松山西口関門だ。宇田松山城の遺構で唯一残るもので、国の史跡になっている。宇田松山藩は、福島高春が関ヶ原の戦いの功績で遺宝加増された際に立藩され、その際に修築された城門と言われている。福島？じゃあ、あの福島正則の関係者だったりするの？ご名答。彼は福島正則の弟だったんだが、彼は大阪の陣で、内通を疑われて改易されてしまう。そういうわけで、その時あった宇田松山城は破却されてしまうんだが、その時奇跡的に残ったのがこの門なわけだな。なるほどね。じゃあ、その福島さんの次に来た大名が今回の主人公なのかしら？主人公ではないが、その先祖ではあるな。織田信雄が、この宇田松山藩の初代藩主ということになる。彼の人生もかなり壮絶だよな。小牧長久手では家康と一緒に秀吉と戦ったりしてたな。そういえば、秀吉にも家康にも改易されていたわよね。珍しい大名かもしれないわね。まあそうだな。詳しい話は置いておくとして、彼は武人というよりは文化人の側面が強かったんだろうな。彼の晩年は京都北の台で、お茶や鷹狩りに勤しむ毎日だったという。大阪の陣を、彼を信長の子であるという点から、家康の計らいか、大和国宇田郡の所領3万石と関東の神津家の国の一部の2万石を与えられたんだ。信長のブランドってすごいのねー。じゃあ、信雄さんがこの宇田松山に入って政治をしたの？いや、先ほども言った通り彼は剃髪していて、お茶などに勤しんでいた。そのせいか、松山にも小畑にも出資していなかったという。小畑というと、2万石の関東の地ね。結構遠いところを相続すると色々大変よね。ああ、なので今日に近い宇田松山藩を織田信雄が入ったことにして、小畑の地は、彼の四男の織田信義が入った。ふーん。となるとすごく気になるんだけど、この場合どちらが正当な領主になるわけ？二つの地で二人が治めるわけでしょ？霊夢の疑問の通り、このことは後に問題になった。
寛永3年1626年に、その信義が亡くなるんだ。その際に、信雄の命によって織田信政が家督を継ぐことになるんだが、彼はまだ2歳だ。そこで織田高長が後見を務めた。彼はどんな人なの？信義の弟かしら？彼は織田信雄の五男なんだ。つまり甥の面倒を見て、小畑藩を支えるわけだな。そしてその数年後の、寛永7年1630年に織田信雄も亡くなってしまう。この時、高長が織田松山藩を相続するんだが。ああそうか、小畑藩からクレームが来たのね、マリサ。察しがいいな、霊夢。光月の小畑藩の家臣団が、織田信雄の医療も織田信政のものと主張した。まあ、そう主張するというのもわからないわけではないけどね。結果はどうだったの？幕府の裁定では、この織田高長の独立しての相続を認めることとなった。ここに、小畑藩と織田松山藩は別の藩となったわけだ。よかったわね。丸く収まったようで、これでうまく治世ができれば。ところがだ、この織田高長なんだが、とんでもない次元爆弾を抱えていたんだ。彼の治世に問題でもあったの？早く説明してマリサ。まあ正確には彼自身ではなく、彼に付き従った家臣にあったんだ。説明の通り、彼は最初から大名ではなかっただろ？そういえばそうよね。もしかして放浪していた際や、どこかの大名に仕えていた時にいた家臣がいたの？簡単に言えばそういうことだ。彼は父と兄に仕えるんだが、どちらも改易されてしまう。そこで彼は細川忠興と、前田利常の元に身を寄せていた。ああ、その際に家臣がその地に居座ったりしてしまうというわけね。まあ改易された状態だとそんな人もいただろうし、加賀藩や熊本藩に仕える人もいたかもしれないよな。どちらにせよ繋がりはあったわけだ。まあそんな感じで加賀藩にいた際に、息子の織田長頼が生まれる。この時点ではまだ父も大名ではなかった。おそらくだが、この時にこの長頼か父が加賀の人との繋がりをつけ、コネクションを築いたのだろう。まあいろいろなことをやりそうですよね、当時の人なら。やがて、父高長が大名になった。そして、その後父の後を長頼が引き継いだ。そして、加賀に寄遇していた人々を呼び寄せたんだ。そしてこの長頼は、弟の長政に三千石を分与した。つまり織田松山藩の石高は約2万8千石だ。この前提を知っておくことは大切だ。それを知った上で、今回の主人公に登場してもらおうと思う。あ、まだ主人公は登場していないのね。登場してもらおう。今日の主人公の織田信武さんだ。彼は織田長頼の息子にあたるの？ああ、そうだ。明暦元年1655年に長頼の長男として誕生した。そして、元禄2年1689年に家督を継いでいる。普通なら2万8千石なら、城持ちにもなれない外様大名ではあるが、織田家の直系ということで優遇されていた。樹脂の下地中の官位と、国主大名格まで与えられていたんだぜ。まさに織田ブランドはすごい。本当よね。ねえマリサ、一つ聞きたいんだけど、この織田信武とかいうやつは、バカなんじゃないでしょうね。いやよそんな役をやるのは。とんでもない。当時の評価を見てみると、武芸にも秀でて、文芸もしっかり行い、おごることなく、民を慈しめる人物と評価されているぜ。あらそうなの？じゃあ私にぴったりじゃないの、これは楽しみね。このような評価があった点からも、彼自身はかなり優秀だったと考えるのが適切だ。さて、彼には重臣が何人かいた。その中でも主だった人物を3人紹介する。一人が、中山助の臣だ。私に任せるのか。ふふ、頼んだわよルミア。彼は、どんな人物なの？先ほど紹介した信武の父の長頼が、呼び寄せた加賀の人物の子孫だ。これを加賀衆という。なるほど加賀衆か。となれば不代衆なんてのもいたりするわけ？ちょっと名前が違っていて、古参衆というようだ。つまり織田信雄の時代から付き従った家臣の子孫なわけだな。おお、
となれば200年近く付き従っているわけですね。そんなわけで古参衆の人にも登場してもらおう。生駒のりまささんと田中安定さんだ。藩は、普代の私たちが切り盛りするわ。不正は許しません。おお、なかなか頼もしそうね。そうなんだが、じゃあ織田信武はどちらを重く用いたと思う？もしかして、父の代から呼び寄せた加賀衆の中山ということかしら？まあ経緯はわからないが、そんな可能性はあるよな。知るの、私に任せるのか。ふふ、わかったわよ。私とあなたの関係は一生続きそうよね。そうなのか。まあ、そんなことがあったかは不明だが、こうなってしまうと、古参衆と加賀衆の対立は必至となってしまう。私とチルノの関係なら、少しくらいお金を貯め込んでも文句を言われないのか。何よあれ、ふざけているんじゃないの？おかしいにょん、間違えているにょん、後で殿に言いつけるにょん。なんかきな臭くなってきましたね。こういった中山の不正蓄財が、平時だったら争いにはならなかったのかもしれない。しかし、この時宇田松山藩は財政難であった。今の藩は財政難なのよ。なのにあんなに溜め込んで、きっと公金を横領しているのよ。私たちの方針に反対するし、あんなことをするなんて許せないにょん、ゆゆこ様、殿に抗議してほしいにょん。そうよ、そうよ。直接殿に言って、お諌めしないと。こうして、田中康定は直接織田信武に還元することになったんだ。生駒ら5人の連名だったという。しかし。またあなたなの？謹慎を命じたはずだけど、何かよ？何度も言わせていただきます。中山は公金横領と不正蓄財をしています。即刻処分をしてください。だからあの子がするわけないでしょ？私と長い付き合いなのよ。私は信じないわ。殿目を覚ましてください。周りが見えないと立派な殿様になれませんよ。なんですって、あなたまで私を丸キューというつもりなの、許さない。そして。ごちゃごちゃうるさい、私に逆らう者はみんなこうよ。田中康定を直接殺害してしまった。うわぁ。なお彼には養子がいたが、彼も同日切腹処分になったという。田中もムカつくけど、生駒とかいう奴らもみんなでしつこいのよ。まとめてやっつけてやる。ここに、織田信武の生駒潰しが始まった。早速生駒のりまさに兵が向けられた。な、何が起きたにょんか？殿のご命令です。ご覚悟を。は、話せばわかるにょん。問題無用。とこのように生駒のりまさに兵を送って上位打ちをしてしまった。まるで戦国時代のような出来事じゃない。三人も死なせてしまうなんて。ところがだ、三人だけで済まなかった。生駒の関係者にもかなり累が及ぶことになったんだ。ひえええ。まず、のりまさの弟ののりゆきが切腹になった。そして、のりまさの二人の子供が殺された。隠居していた父と母も幽閉された。のりまさの妻は、彼の甥に預けられたという。なんなら生駒の関係者をすべて潰そうとしていたのかもしれないな。毛利や尼子がそんな粛清をやっていましたよね。でも、それは戦国時代であって、今は平和な江戸時代、しかも中期以降でしょ？そんなめちゃくちゃなことをやって、ただで済むと思っているの？クレームはなかったの？実はだ、すぐに彼を責め立てる者が現れたんだ。へえ、まだ物を申せる家臣がいたのね。それは誰なの？織田信武の母君だ。ああ、なるほどねー。彼女はこの事件を徹底的に責め立てた。あなたは罪深い妖精ですね。力を持ちすぎたことを自覚しなさい。あなたは自分の役目を忘れています。な、何よ？私の役目って。あなたは、家臣をまとめて民のために仕事をするのが仕事です。加賀から来たものと不代のものをまとめるどころか、争わせてどうするのですか。しかも、生駒一族を殺してしまうなんて。私はそんな子に育てた覚えはありません。あなたは地獄行きよ。それまで生き地獄に苦しんでなさい。そんな。根は真面目だったのがかえってあだになったのだろう。母の批判を気にするようになった。そして、この騒動は幕府の耳に入った。この騒動は一体どういうことですか？重臣数人が亡くなるのは異常事態だと思うのですが、これはあなたの怠慢では？
そ、そんなことあたいにはわからないわよ。こんな感じで、幕府の詰問が始まった。内からも外からも激しい攻撃を受けた彼は、ノイローゼになってしまった。となると末路は大体想像つくけど、どうなったのマリサ？それは事件の1ヶ月ぐらい後のことだった。彼が寝ていると、裏目部屋、織田信忠許さないぞ、化けて出るぞ。幽霊怖いにょん。こうなったのも、お前のせいだにょん。ちょっと待ってよ。あんたら最初からお化けでしょ、何言ってるのよ。私は半分幽霊だけど半分人間だにょん。お化けの話題をするな。やってしまえー。やめてーぜーやー、最強はあたいなのに。この裏に思い知ったかにょん。思い知ったか。このように、彼は亡霊に殺された。乱心とも、幕府に弁明できないことを苦にしての自殺と言われているけどな。まあよくある話ですよね。それで、この後宇田松山藩はどうなったの？藩では彼を病死として届け出た。しかしこれだけの騒ぎがあったんだ。そんな話を幕府が信じるわけがなかった。意外改めが行われ、厳しい戦議が行われたんだ。普通の藩なら改易になっていたのだろうが、ここでも織田信長ブランドが生きたんだ。200年経っても信長さんってすごかったんですね。織田信武の息子の信康の相続は認められた。しかし、相続の直後に丹波の貝原藩営封され、石高も2万石減らされた。審判や不代の処分に似ていますね。それだけでなく、国主並みの価格も返上させられ、官位もそれまでより高くはなりにくくなった。こうして織田信康は藩政の基盤づくりに奔走していくわけだが、この地では災害も相次ぎ、さらなる苦しい藩政を行っていくことになるんだ。なんなら、この丹波貝原という地が、城も陣屋もない、田舎だったという。一からやらないといけないのは大変だっただろう。お家騒動が起きると、どこも大変なことになるのねー。そういえば中山助の神はどうなったの？こうなった。いるのもみんないなくなったのか。これから私が支えるしかないのか。織田家を盛り上げるのか。貝原で頑張るのか。うまくやって、お小遣いを稼ぐのか。このように織田信武死後、織田信康貝原入部後も、織田家に出資したという。処分を受けたか不明だが、あっても軽かったのだろう。なんで生き残れたんでしょうかね、マリサ？さあ、本当に無実だったのか、それとも家臣が粛清でいなくなったので、使わざるを得なかったとかじゃないか？大名の処分も織田家に対する配慮があったと見れるので、家臣まで行かなかったのかもしれないな。みんなはどう思う？コメント欄に書いてくれ。本当の勝ち組は彼なのかもしれないわね。そうなのか。というわけで、宇田松山藩で起きた、宇田崩れというお家騒動だが、霊夢はどう思った？絶対改易になってもおかしくない騒動だと思うんだけど、徳川家の織田家の配慮って本当にすごいのね。ああ、そうなんだよ。ちなみにこの貝原という地も、織田家にゆかりが深いんだ。信長の弟の織田信兼が入部している。そうなんだ。彼は関ヶ原の駅では西軍についていた。まあ、長男を東軍につけてはいたが、それでも戦闘に参加したので処分があったはず。しかし何のおとがめもなかった。これは、織田家ということが配慮されてのことだろう。やがて彼の系統は断絶して、この地が天領となる。その約50年後に入ってきたのが、織田信長の血統であった織田信康だったわけなんだ。かなり縁があるよな。本当にそうよね。みんなはこのお家騒動どう思う？他の藩なら改易になっていたと思う？ぜひコメント欄に書いてくれ。様々な要望や意見をお待ちしていますよ。にょん。業務、声がちっちゃいわよ。恥ずかしがらずにもっとはっきりと。にょん。ふふ、いい感じよ。これで次回の人気投票は1位間違いなしね。久しぶりに返り咲くのよ。本当かな？ほら、ヨウムニョンが抜けているわよ、もう一回。ニョン。こいつら何をやっているのだろうか？ゆゆこ様が1位を目指せばいいのに。この二人にだけは負けたくないな。それでは皆様。
ありがとうございました。鑑定額に落差がないと面白ないわけ。そうですね。なかなかぴったしの額ってあんまり聞かないですからね。そう、私は100万と思ってるけど、言ったら、うん、あなた目が高いですね。ちょうど100万ぐらいですっていうようなのは。